陳列と袖、車中泊とゴミ拾い。というわけで今回も、心霊スポットで深夜検証、車中泊、そして明るくなったらゴミ拾いというフルコースで行こうと思いますが、うん、今回はもう着いてます。ここですね、はい。本日やってきたのは唐津橋。こちらの唐津渓谷という渓谷にかかっている橋なんですけど、ここは飛び降りの名所です。なので飛び降りの霊が現れるという、噂が絶えません。でよく起こる現象と言われているのが、橋の上に男性の霊がいると、そういった目撃情報が多いのと、あともう一個、誰もいないのに携帯の着信音が聞こえてくるという噂もあるんですよ。怖えよ。怖くない？で、この着信音も、これはもう飛び降りた方の着信か。割とじゃあ最近の、あれ。で、この説もう一個あってさ、自分の携帯にもうかかってくるという噂もあるの。それは、出たら飛び降りた方の。っていう噂もある。じゃあ、あれだな、マナーモード解除してた方が。あ、でもリアルにそうだよね。じゃあリアルにそうですね。でも、そうすると、関係ない、本当のタタの連絡も。明日空いてる的な今何してんの緊張感が薄れますけど、うん、なるほど。いやでもちょっとね、正直でももう到着した瞬間にいろいろあったんで、あの置いてあるものとか、まあ今から紹介しますけど。わかるかな、これめちゃめちゃ真っ赤なんですよね。うん、結構ねインパクトはあるかもしれない。まあとりあえずいつも通りまずは本格検証せずに、あ、下見から下見して、はい、準備して本格検証という形で行こうと思いますが、はい、じゃあ下見行きますか。行きましょう。行きましょうか。まあ元というか、まず橋の入り口こんな感じ。はい、林は。ただちょっとここには映ってないですけど、もうすぐそこが割と何すの、うん、町というか、あ、はいはい、人家とかありましたから、ね、びっくりしたね。いつもよりは割と人が近くに住んでるなという。そうだね、うん、びっくりしたね逆に。そうそう、あ、もう急にみたいな。そうあれ動物の糞。じゃあ結構野生動物もいんのかな、この林に。家近かったけどね。渓谷こんな、こっち気になるけど、ここでも渓谷に向かってるってことだな。で、着いてすぐにちょっと、まあ、ライト照らして、すいませんけど。これはちょっと、やっぱり何かあったんだろうな。まあ、そういうことでしょうね。映ってる。映ってる、うん。こっちもこれです。これはこれでなんか気になるんだ。これ何だろう。縄と、この縄何のマジで縄。でもこれ昔からあるものだろうから、その別に事件とは関係ない。なんかだから目印なのかな、多分わざと置いてあるよなこれかな。でも、まあ、あんま触んない方がいいんだから、ね、まあそうやろ、うん、多分地元の方は何かだろうけど、ちょっと怖いね。これいや怖いよ。なんか俺最初これ下覗いたらなんか落ちるのかなと思って、ちょっと一瞬。それはないな、うん。飛び降りスポットあるあるなんですけど、も横も行けなくしてあるっていう。はいはい。横から多分こう、張っていこうとする人がいるんでしょ。こっから行けない代わりにね。うん。で、こういう場所の危険な兆候としては、この上あるっしょ。金網っていうか、この。有刺鉄線。そうそう、うん。ここになんか布とかが引っかかったら、やばいって。ああ、なるほど。うん。あ、でもちょっとなんか重いな。あの長さ全長的にはね 100m もないらしいんですよね。てかもうそこに見えてるんですけど、そうそう、うん、これ 2m ぐらいあるのこれ。これ 2m ぐらいあるのこれ。2m ぐらいあるのこれ。高さ相当あるし、これ完全に空気重いな。渓谷自体どうなの、ちょっと気になるけど、うん、まだちょっと暗くて見えないな、ね。でもこうやって垂らすのもね、映んないか、映らないかもしれないな。まあ明るくなったら映せると思います。あ、ちょっと映るか。この金網にピントがあっちゃうから。そっか。なんかとある書き込みで見たのが、その渓谷の下の川が、うん、なんかちょっと急な流れらしくて、その飛び降りたら、うん、別のとこまで行っちゃうと。だから、そういった遺留品っていうの、持ち物があって、やっと飛び降りたって分かるっていう書き込みがあった。うん、ちょっとまだ見れてないから、なんとも言えないけど。う
流れ着く場所が別にあるってこと。ただ橋の上にしては風もそんなになくて。あ、そうやね。それは、うん、落ち着いて検証はしやすいかな。ただもう山に囲まれてますね。でも向こうの方に結構明かりの街の明かりが、うん、見えると思うんですけど。あ、これははい映ってます。うん、だからそんなに人里離れたっていう感じは。でもこっち側の渡ったところの方が暗いね。あ、しかもこっちも山に入ってくるのかな。うん、あ、もうちゃんと防犯カメラもついてる。あ、ほんまや。そういうことだよな。ああ。見てますよと。ああ。なかなかです。考えないでください的な。いやいや、でも抑止にはなるよ本当に。さあ、一通りは行きましたね。うん。寒さはなかなかのもんだな。いや寒いね、だいぶ。で、だから布とか、俺一回だからニュースの写真、うん、ニュース画像で見たの、この上にもリュックサックが引っ張ってるみたい。うわ。それは完全に、完全にあれ、うん、聞こえたよ、何聞こえたよ、何聞こえたよ、うーみたいな。いやマジ男の人、女の人、男っぽかった。この下がでもな、何かわかんないな。動物の可能性、これででも明るくなって見たら絶対動物なんかいねえだろみたいなったらちょっと。そうやな、ね、ここだけちょっと歪んでるな。なんか揺れてんな。有刺鉄の一番上の棒だけ。あ、そう。今日はちょっと新しい検証動画をお願いしますんでね、はいはい、それも何かあるか、ね、あの川の流れは結構下の方から聞こえるから、まあだいぶちょっと高いんやろな、ちょっと今は分かんないですけど、あのゴミ拾いというか明るくなってからの様子を、うん、まあ、ってからの様子を、まあ、まあ、やっぱ聞こえたし、向こうから。俺がだからずっと前にその家で撮ってる動画で、うん、めっちゃ導入したい機材が一個あるっつったじゃん。ああはいはい言ってたね。うん。今日導入するやつじゃないんだけど、うん、その俺がめっちゃ導入したいってやつは。うん、導入したらもうこういう俺らが何だろうって言ってるのは全部わかると思う。あ、マジで。ただな、もうアホほど高かった。一般人が使うもんじゃなかった。工業用というか工業用、はい、相当高いなそれ。ちょっとまだ僕らじゃ手が届かないですけど、うん、いつか。聞こえたし。聞こえるね、この奥、うん、聞こえるね。聞こえたよね。聞こえた。水じゃん。いや完全に生態を揺らすような。懐中電灯2つ。あ、映ってるわ。うん、あ、映ってる。あ、高いな。確かに、これ結構高いわ。100近くあるんじゃない？今までの中でも結構の高さだ。なんでこういう名前なの？あ、でもあれか、渓谷の名前が。あ、そうそうそう。通らず渓谷。いや、もう通れないよってぐらいだったのかな、昔は。昔が歩いてくる前は。この下の方から声聞こえる気がするんだけどね。特にこっちやね。そう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 。あの、こっちじゃないよね、うん、で、今の流れ見たらこっちが多分川下だから、うん、こう流れてるんだろうね、うん、木の枝がなんか不自然な。とりあえずじゃあ準備に向かいます。これが気になるけどな、やっぱり新しいし、結構新しいよな。でももうこの柵ができてから、確かにからこれ全然まああれだな。だから気をつけないと。行こうと思えば行けるのか。でもだから気をつけないとあれもう断崖絶壁になったから、どこから
かどうかは分からない。じゃあとりあえず一回栄養補給して本格検証に入りますか。そうですね。じゃあ行きましょう。行きましょう。それでは栄養補給タイム。はい、リラックスタイムやね。そうですね。なかなかね、空気の重さで、その結構人家とかも多いけど誰もやっぱ通らないな。確かに。結構今回がっつり買いましたよ。なるほど。あのね、いつもコンビニなんですけど、今日はあのもうこれ昼間別のところでいろいろ動画も撮影してて、はい、でこのご当地のスーパーで、うん、ちょっと晩ご飯買おうと思ったらもうあまりの安さに驚いて。うん、行った時間帯が良かったのかな。そうそうそう、めちゃめちゃ半額になってたよね。そうそうそう、でっかいの買いましたよ。あのルーローハン。おお、何それ。ルーローハンでしな、うん、なんていうのかな、豚の角煮を上にのしたような感じ。ああ、うまそう。多分まあ角煮みたいな感じ。これ豚肉の角煮の味付けとでをちょっとこまごましてのせて、ここにゆで卵あとチンゲン菜かな。新年ソテー豚の角肉。ええ別に。ええやん別に。いくらそれ。半額で。半額で、うん、260円です。おお、これは、スケロク。これで、150円。お前もどこでスケロク食ってんだよ、お前。これはすげえな。150円だ、これ。っていうか、だから、その、これ、今、だから深夜だけど、その前の晩ご飯、俺、弁当2つ食ったんだけど、いや、あれも、1個150円から200円ぐらいだったから、あまりの安さびっくりしたの。僕らもう2食目ですよ。うん、あまりにも安くてね。俺もあのすき焼き丼食ったから、うん、この来る前に。俺はこれ3つ目だからね、弁当。よく食ってな、うん、いただきます。あ、これはもう、ま、豚肉がうまい。角煮みたいな。もう角煮みたいなうまいな。レンチンしてないけど、うん、めっちゃ柔らかいわ。これレンチンしたらもっとうまいんやろな。じゃあ俺のこれ見て、このスケロクのこのさ、具の割合の多さすげえこれ。米少ねえってぐらい。すげえな、これ。押し込んでるな。卵、ごぼう、人参、きゅうり、かんぴょう。あ、いいな。たまに相当な。たまに食うスケロクうまいよな。うん、うん。いただきます。あ、うん。うめ。なんかもうぎゅうぎゅうになって、餅みたいになってな、米が。うん、で、米の割合少ねえ。超贅沢なスケロクだ、これ。いや、うまそうやわ。うん。人参もうまい。全部この甘めの味付けで。うん。うん。いつもより多くて安いからな。近く住んでたらもうずっと買うわ。あれな。うん。結構もう、多分俺らのタイミングがこの半額になるタイミングだったから。うん。めっちゃお客さん来てたもんな。うわ、このゆで卵めっちゃ味付けある。濃い。しょっぱ。そうなんだ。逆にしょっぱいぐらい。これは好きな味。これ牛、これ豚肉もゆで卵も超米進む。うん、うめ。うまい。お稲荷さんも。うん。多分今まで一番食ってるからな、この映像の中で。うん。うん。今からじゃあ、うん、食べて、本格検証行きましょうか。行きましょうよ。うん。よっしゃ、じゃあ行くか。行きましょう。うん。じゃあ行きますか。はい、うん、まあまだ橋には入ってない。一緒になったよ。今から橋に入ろうとしてる。まあちょっととりあえず一瞬だったわ。なんか乱れてる？うん。ちょっといつもと違う乱れ方が。
電磁波系はもうほぼ反応ないですね。ないか、うん、ただラジオがちょっといつもと違うかな。ラジオちょっと違うね、うん、一瞬なんかこのラジオからショットっぽく聞こえた気がしたけどちょっと分かんなかったね。違ったよな、今、うん、一瞬乱れが止まってるけど、うん、なんだでも同じになんない今の一瞬なんやったな。当たり切ったか。当たり切ると乱れがボタン待ってこっちが行くか。じゃあ行こうか。乱れが一切なくなったら全然違うやん、うん、同じ橋の上なんやけど。トン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 脈打つような音がしてるな。ただなさっき結構なんかいろいろあったのこの柱の、うん、ちょっと真ん中ぐらいやな、うん、ラジオの乱れは全く、うん、今のところラジオがちょっと自然な、うん、検証動画はそうかな、うん、電磁波計は数字は全く全く全くなんや。一瞬だから入る時だけ。あれな、不思議やな。逆にじゃあ不思議やな。 それ以降はずっとゼロですね。見間違えるものもないからね。そうだね、普段だったらあこれを人と見間違えたのかなみたいな、だから噂が立ったのかなみたいな。ちょっと見て始めた。この辺でやってみる。カメラを用意してそうしようか。うん、これと言ったらいいんだけど、でも下見の時はね、ここら辺から声がラジオがちょっとここだけ乱れてるから、うん、ちょっとじゃあカメラ固定なんですけど、これが新しい検証道具ですね、はいはい。まあ、視聴者の方からのリクエストなんですけど、うん、いわゆる人感センサー。ねえねえ、お出かけ？これがまあ人感センサーなので、うん、だ何もなければ置いといたら喋んない。ただ何かがセンサーに反応するものが通過したり、誰もいないところで喋り出したら、じゃあいいアイテムね。さ、これをちょっと我々から離れて、だいたい 2.5 メートルぐらい反応するらしいから、ちょっと離れたところに置いといて、何かに反応したら、遠くで喋り出したらってことですね。そういうことやな、うん。これはだからまあどこに置くかってことだよね。どこに置くかというか、そのどっちに向けて置くか、向こうに橋の向こうに向けて置くのか、うん、橋の真ん中に向けて、でも真ん中か、
真ん中じゃない、そうね、橋の上にいるっていうわけだから、そうそうそう、でこれちょっと遠くの方に置いときます、ね、はい、そうしましょう、であとは我々のいつも通りの検証ということで、はい、さあじゃあここにだから今のフクロウくんが置いてあるので、はい、喋ったら何かがこういうふうに橋の真ん中に向けてるってことだね、そう、うん、まあ、何か小さくしたら喋ったらじゃあこう通ってるってことか、もっと遠くでもいいかもしれないけど、まあまあとりあえず今回はまあまあ一回置いてみましょう、車中泊の時に車の上に置いといてもいいかな、あそう、そしたら通ったみたいな、じゃあいつも通り僕は、はい、全然基本的に何もないね、そうだからラジオは若干乱れが、乱れというか何だろう、一回も爆発みたいになったの、パーンみたいな破裂しちゃうよ、やっぱりラジオは若干それ以外はという今のところは、うん、ゴーストチューブとかもやって、失礼しましょう、で今ゴーストチューブをやってますが、ないな反応は、そうな、珍しいぐらいだね、一瞬金網のところに何か出たけど、逆に金網に反応しないかな、ゴーストチューブは何もないですね、あのフクロウくんもうちょっと遠くにやってみようかな、うん、逆に、うん、鹿か、まあ、動物やな、遠吠え的な鹿だろうな、でも前この鳴き声の直後小峰トンネル、一瞬俺着信音に聞こえたけど、こういうのも聞き間違えたりするな、あーそっか、思わん今、確かに今の着信音って勘違いした人もいるかもしれない、ちょっと奥にやってみましたね、うん、でもあれだな、なんかラジオ以外は今のところというイメージがあるけど、なんか最初の下見の時結構重く感じたけど、うん、集中して音取るやつがあるんで、はい、そっち一回こっち向けてみるか、さあこの奥やっぱりなんか声が聞こえるんで、今ロケ用マイクをつけて、ロケ用マイクっていうのはこの広範囲じゃなくて、うん、そう狭い範囲を集中的に音拾うっていうマイクがあるんで、うん、それでこの奥の方
そんな声っぽいの聞こえるの？川の音かな。でも男の人っぽいの聞こえるな。一応真ん中に。今からですね、電話検証に入りたいと思います。はい。まあ、その噂では着信音、などがあるということだったので。だから電話に作用できるんじゃないのかっていうね、話ですから。ちょっとだから僕が今、こっちから、反対岸に向かって歩いていきたいと思います。はい。じゃあ僕は待ってます。反対岸ってことですね。あそこに映ってるのがさ、フクロウくんですね。なんかあったかっていうと、でもまだちょっとわかんないな。そうです、ね。雰囲気は結構怖いと思うんだけど。いや、怖さは正直あるよ、でも。さあな、もう警告の感じと、この柵の高さがな、もう、今まで一番柵高いんじゃないかなってぐらい。ああ。虹の大橋とかより。そうやね。うん、網目も小さいから足も引っ掛けらんないよね。確かに。よっぽどの強い意志がないとという感じは。ただもう、で、袋を反応しないように、じゃあこっち側行って、お、反応した。相当優秀だな。2.5 メートルどころじゃないかな。逆に優秀さが出て、今後期待ですね。何かに反応したらってのは。この、撮影してる時カメラに一瞬だけ、なんつうんだろう、普通に光の反射で、なんつうの、まあ、光のもやみたいな一瞬かかるときあるじゃん。普通に言っても、これはもう普通に、あの、街灯とかの明かりだと思うんですけど、その光のもやの中に顔が出たりとかってよくあるわな。心霊写真とかでも。はい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 、はい、特に何か今聞こえたのはないかな。そうだな。電話はあれかな。ただまあ、この、今俺らに聞こえなくても、後で映像を確認したら。確かに。旧吹き上げトンネルの時はそこに女の人の声入ってたから。はいはい。何かあるかもしれない。ただ今は、とりあえず渡り切りましたか。そうですね。その間はデンジャー系は特になかったな。なるほど。今ラジオちょっと一回やってみるか。ザーザー言う。おかしいな、さっきそこ乱れがなくなったかもしれないけどな。ほら。誰かいますか？なんか聞こえた。あ、俺かな。かすれた。あ、じゃあ声じゃねえか。なんか、聞こえた気がしないけど。マジ？かすれた女の人のような。マジで？あ、違うかな。ちょっと確認してみないとわかんないな。一回ちょっとじゃあまた普通の検証に戻るか。はい。さあ、セッティングが完了しました。せっかくなんで、はい、まあ、あの、フクロウくんの隣に置きましたが、フクロウくんちょっと今までこの橋の真ん中に向けてたんですけど、逆にあえて橋の外に向けて、今回やってみようかなと。それはそれで反応した。だって誰がいるのってなるのか。
もっと思うよねそれ、うんうん、ちょっとまあとりあえずそのずっと真ん中に向けてやってて反応がなかったんで、うん、逆向き外向きに今回置いてみたのとその手前に落ちた人形で、うん、一回まあこれで様子見ますか。そうしましょうか。どっちかが反応したらすごいけど。いやすごいよこれ、うん、すごいね、うん、20円これ。でまあじゃあ だってあのフクロウくんが反応して、うん、おしゃべり人形しゃべったらもう 100% やもん、うん、じゃあ検証しましょうか、はい、なんか変な乱れがつながる。見えるこれ。あ。なんか変な乱れがつながる。見えるこれ。多分今の保存できたと思うんですけど、実はこれね、さっき保存できてなくて同じような感じというか、急に一回止まったの、ゴーストチューブが。で今あれおかしいなと思って改めてやった。変な乱れ方して。何あの感じ、普通のカメラでもあんな感じになるのか、ちょっと一回やってみるか。何だったんだろう、初めての乱れ方で、もうなんか映像止まってるみたいな。ちょっと写真も撮ってみるか。なんか変な乱れ方つんだこれ。見えるこれ。今ガウスチューブが変な乱れ方した場所から普通のカメラで撮影しています、うん、普通のカメラは特に何だったの。だからゴーストチューブが一回その落ちたんだよ。あんまないよね。ない。でもまあまあ普通のカメラでも落ちることあるから、あたまたまかなと思ったら、うん、もう一回撮ったらあの乱れ方。これだからあの一番最初に電磁波計がちょっとなって、そっか、うん、足に入る手前のとこです。なんだここもう一回なんかちょっとやった方がいいのかな。うん、今からねちょっとあの暗視カメラをやろうと思って、うん、ちょっとこっち戻ってきたんですけど、ここにフクロウくん移動させておく。で、足の真ん中暗視カメラ。そうやりましょうか、じゃあ。うん、さあ、今から暗視カメラ、ちょっとこの下を。はいはい。フクロウくんとおしゃべり人形を今、同時にさっきのところに置いてきてます、うん。何か向こうで反応があれば、声がこっちに聞こえると思います。とりあえず、まあ、さっきのところにおしゃべり人形と人感センサーを同時に今置いてるんですが、うん、とりあえず今検証できる限りではこんな感じかな、うん、あとは車中泊ですか。この前は車中泊で、そうやな、だから、うん、もしかしたら、もしかしたら悪いよ本当に。あの人感センサー、フクロウくん、車の上に置いといてみるか。そうしましょうか。うん、
さあ今車中泊の準備に入りました。まあ、おしゃべり人形を置いて、はい、上にあのフクロウくんを置いてみましたね。車の外もじゃあ そうか、うん、外も検証してるっていう状態ですね。確認しながらってことね。まあちょっと、これでまた、車中泊入ろうと思います。じゃあ行きますか。じゃあ行きましょうか、うん。じゃあこれで、じゃあこれで一回、車中泊に入ろうと思います。はい。さあというわけで朝を迎えました、ね。ここが明るくなった様子です、ね。うん、まあ、今からじゃあゴミ拾いということで、うんうん、まあ、現象としては正直まだ完璧には見返せないんですけど、はい、一番なんかあれって違和感感じたのはそのホーストチューブのカメラの乱れ方は初めてな、あれ不思議やったね。だからぐらいでも、まあ、どうだったんだろうな、わかんない。まあちょっと確認しなきゃですね。まあ確認してみましょう。正直だから何もなくしょぼい動画でもそのままこれがリアルですということで、うん、まあそれもいつものようにお伝えしますので、はい、まあ今からじゃあゴミ拾いです。多分ここだけじゃ一回なんないかもしれないね。また近くに周辺も含めてゴミ拾いすると思いますが、そうですね、とりあえずここでやっていきたいと思います。はい、これがね、ちょっと見せますよ、今から皆さん。これちょっと皆さんびっくりしないでください、これ。いや、これ通りたくねえわ、こんなん、おい。おお、やばいやばいやばい。これはいいな。